ジュジュ選手が2023年はユーロフォーミュラオープンではなく、フレックでもなく、F1 アカデミーでもなく、ジノックス F2000 トロフィー、ジノックスに参戦することを発表しました。ジノックストロフィーは昨年までジュジュ選手も参加したトップジェット2000と呼ばれていて、今年からジノックス社の冠スポンサーによってジノックス F2000 トロフィーと名称変更になりました。ジノックス社はイタリアにある鉄板やステンレスシートの加工を行っている会社です。ドレクスラーカップと5000併催され、ジュジュ選手はジノックスに7000、ドレクスラーカップには6000出場予定です。ジノックスの前身はイタリアの F3 で、ドレクスラーカップの前身がオーストリアの F3 になります。併催しているのとクラス混走なこと、プロアマ参加していることもあり、参加台数は30台程度と多くなります。参加車両のチューニングに自由度が多く、それも人気の理由と言われています。一方でスーパーライセンスポイントが得られないので、 F1 へのステップアップとしては使われていません。ジュジュ選手、昨年はタトゥースのマシンで参戦していましたが、今年は SFL スーパーフォーミュラーライツでも使用されているダラーラ320、エンジンはフォルクスワーゲンスピーズ、タトゥースより車重は約 200kg 軽量化、ダウンフォースも大きくなり、 F3 マシンフォーミュラーリージョナル企画としては最強のマシンで挑むことになりますので、今年は優勝の可能性も出てくるでしょう。参加は野田レーシングとなっているので、昨年まで一緒にドレクスラーカップに参戦していたメカニックと一緒に参戦するかと思います。昨年ジュジュ選手が言っていたのは W シリーズとのメカニックとの比較です。やはりまっすぐ走らない車に仕上げるメカニックとは安心感が違うのでしょう。そういうこともあって、野田レーシングで参加できるジノックストロフィーに参戦するのかもしれません。初戦は3月24日イタリアムジェロサーキットで金曜日から始まります。新カテゴリーは5つです。ジュジュ選手が参加するスーパーフォーミュラクラスでは212番パオロ・ブラジニク選手が現チャンピオンです。他には51番ベルナルド・ペレグリーニ選手、8番ディノ・ラセロ選手などが参加します。その下のプラチナクラスでは9名の参加者、ゴールドクラスには3名、シルバークラスで4名、ブロンズクラス2名が参加予定です。今年はジュジュ選手の表彰台に上がる姿が見られるかもしれません。今から楽しみです。ご視聴ありがとうございました。